皆さんこんにちは、ルイです。今回は無課金・美課金勢の方に超おすすめの戦力更新方法を紹介していきたいと思います。今回使用するのは配布キャラ、配布サポートカード、星1、星2のキャラがメインとなっているんで、ほとんどの人ができる編成となっています。育成キャラは浴衣なぎと浴衣ちぎりに限られますが、この2人の戦力だけなら簡単に更新できるかもしれません。今回この2人が戦力を伸ばしやすい理由から説明していきますね。浴衣なぎと浴衣ちぎりは特殊能力で、スタミナと賢さがトレーニング開始時に150万ずつアップします。この150万アップはゲーム内ではイベントとして捉えられるため、練習能力にあるイベントステータスアップを使うことで、最初にもらえるステータスをさらにアップさせることができます。配布キャラなら制服潔がレベル100でイベントステータスアップ 50%、 配布サポートカードなら未来へ行けるがイベントステータスアップ 70%、 俺たちのサッカーがイベントステータスアップ 50%、 熱い約束もレベル100でイベントステータスアップ 50%、 そしてブルーロックマンがイベステ 40% と、才能がイベステ 40% となっています。なのでおすすめは未来へ行ける、俺たちのサッカー、熱い約束の3枚ですね。もちろんガチャ限定カードで 50% 以上あるイベントステータスアップがあれば、そちらを使用して大丈夫です。星3キャラの場合はガチャ限なら9輪がおすすめです。イベントステータスアップ 50% 持っています。そして星1や星2キャラなんですけど、クオン、ロキ、シウバ、ニコなどイベントステータスアップを持っているキャラたくさんいるんですけど、レベル100にするとステーキがもったいないんで、もし星1と星2のキャラですでに強化しているものがあれば使用してください。星1、星2キャラの強化をしていない人は今回の編成で使用しなくて大丈夫です。あとは浴衣なぎを育成するなら、空いた枠にテクニックキャラやレクボが高いキャラを編成。自分の場合クロスバチラやレオナルドルナを編成しています。そしてフレンド枠はトレーニングスキルが発動するテクニックキャラ、カラス、キューミトマ、覚醒王者、またはイベントステータスアップで最初に稼ぎたいっていう人は9輪でも大丈夫です。ただトレーニングスキルにドリブルトレーニング時テクニックアップや常時テクニックアップがつかない場合はカラスがおすすめです。そしてちぎりの場合は空いた枠にスピードキャラやスペシャルレクチャージボーナスが高いキャラを編成。フレンド枠はトレーニングスキルが発動するキャラ、クロスレオ、覚醒ミトマ、オトヤなど、またはイベントステータスアップで最初に稼ぎたい人は9輪でも大丈夫です。全力シャトルラン時スピードアップや常時スピードアップがつかない場合はオトヤがおすすめです。こんな感じで編成を組んでみてトレーニングに挑戦してみてください。これで浴衣なぎ、浴衣ちぎりのレベルが50だったとしても、トレーニング開始時にステータスを1000万以上アップさせることができます。一番高い戦力のチーム編成の中に単体1500万以下のキャラが入っている人はほとんどこの方法で更新できると思います。フレンド枠を9輪ではなくカラスやオトヤなど強いキャラを選んだ人はトレーニングの上振れ次第で2000万も余裕で超えてくると思います。浴衣なぎと浴衣ちぎりをゲットした人で単体戦力2000万にいっていない人はぜひ試してみてください。ちなみに配布サポートカードの未来へ行ける以外のカードがレベル100になっていない人は、交換所にある引き換えチケット交換所でピースと専用のメモリーボールを交換することで誰でも100レベルにすることができます。このチケットはほとんど使うことがないんで、イベントステータスアップ編成してみたいっていう人は交換してトレーニングしてみてください。未来へ行けるはこの引き換えチケット交換所ではなく、ファーストオーダーという初心者ミッションみたいなものが約1年前ぐらいにあったと思うんですけど、おそらく今プレイしてる人は全員クリアしてると思います。最近始めた人でもファーストミッションのオーダーが出てくるんで、スペシャルサポートカードの自分の手持ちの中に入っていると思うんで、レベル100にして編成していきましょう。配布系キャラやサポートカードの中にイベントステータスアップがたくさんあったのはこの時のためだったのかもしれませんね。星1、星2キャラに関しては先ほども言いましたが、ステーキがもったいないんでレベル100にするのはやめておきましょう。もし今後星1、星2キャラの育成素材が緩和されたらレベル100にしてイベントステータスアップ特化編成ができる日が来るかもしれないですね。この戦力更新方法はスタミナと賢さが
かなり高くなるだけで、対人としては使い物にならないんで注意してください。それでは最後に星3選手確定チケット3枚と SSR 確定サポートカードガチャチケット2枚あるんで、こちらのチケット使っていきたいと思います。まずは選手ガチャチケットからいきます。国神に頼む。オトヤとカラス出してください。確定演出、それはそう。旧キャラと貫突だけはやめてくれ。まず1人目はアダムブレイク貫突です。2人目、お覚醒リン、これは嬉しい。そしてクロスレオ、今回は久しぶりに確定チケット結構いい結果で終われました。アダムは貫突していましたが、覚醒リンはこれで90、クロスレオは55か60ぐらいになりましたね。続いてサポートカードの方も2枚使っていこうと思います。まずは確定演出、アンリちゃんカットに来た。サエのサポートカードはまだ入っていないんで、下手くそこい。イマジナリーフレンド、めっちゃ新しいけど貫突済み。そして奪いに来い、貫突が1枚出てしまいましたが、とりあえず奪いに来いの突は進めることができました。皆さんは星3確定チケットとサポートカード確定チケット結果どうでしたか？ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は無課金・美課金勢の方に超おすすめの戦力更新方法の紹介でした。少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。